シソンヌの2人にも言われたんですけど、山田さん立ってるだけで面白いって言われて、それは本当不服ですね。ケントのお芝居です。やめなさい。やめなさい。本当に途中から僕、山田さんがただストレッチしてるだけで面白くなるって境地に行っちゃって何しても面白いですよ。シソンヌの2人にも言われたんですけど、山田さん立ってるだけで面白いって言われて、それは本当不服ですね。なんか稽古して真剣にやってこうやってる時に、山田さん立ってるだけで面白いですねって言われて、もうなんかね、今俺死ぬなぁと思って今年、まあでももうね、これで私も芝居を引退しますし目標という目標もないんです。引退されちゃうんですか？これから先、そのいわゆるミュージカルとか、まあ、ストレートプレイも舞台も予定もないですし、どうしていくかなみたいな感じです。どうしていきましょうね。強敵ですね。いや今の良かったな。キュンとしました。で、もともとトレーニングとか好きなんですけど、この稽古始まる前と今とで僕5キロ増えたんですよ。すごっ。でこのままいってのは本当プロレスラーみたいになってやろうかなと思って、一回ずっとそれ待ってよ。その表現方法、こういう状態で。じゃあ俺もちょっと身長の部分伸ばして頑張って。やっぱね、テクノロジーも医学も発展していってますからね。この俺が185センチになる目標。あれでかくないっつって。1年の間にギューンって。その時はもうよしよししますよ。初心者のようなこと見るっつって。態度もちょっと変わって。